これ何か知ってる？うまい棒ですね。そう、そういうことでこれをやります。その壮絶な歴史、長村さんうまい棒大好きなんだな。全然、え、普通普通。はい、これ1979年生まれなんですね。ソース味、サラミ味、カレー味の3つで挑戦しました。ソース、サラミ、カレー、ちょっとずれてるでしょ。こっから先全部ずれてます。ちなみにこのソース味っていうのはですね、このとんかつソース味なんだけど、うん、これのことです。名前が変わったそうです。なるほど。ということで、ソース味はまだまだ続いてはいるんですけど、うん、サラミとカレー味、翌年終了です。うん、え、はい、次のステップです。え、1980年中村が生まれると同時に生まれた味、はい、チーズ味、バーガー味、野菜サラダ味が追加です。チーズ味はいいですよ、うん、バーガー味ってなんだよって思わないの？俺は思ったよ。バーガーのどの部分の味なんですかね？って思うじゃないですか、うん、バーガーはなんとまだ生きてる。本当まだある。後の照り焼きバーガー味ってことなんで、多分ちょっと甘いんすかね。いや、それバーガーじゃない、照り焼きの味だよそれ。はい、ということで、まあ野菜サラダ味、これまあ今もあります、これですね、うんうん、でもこれは実は初期はサラダ味でした。ただのサラダ？はい。何が違うんだと。野菜サラダとサラダと何が違うんだと。サラダだと。はい、次のステップいきます。何も語らせてくれない。はい、ここで一気に増えるんですね、はい、82年から83年、カニシューマイ味、キャラメル味、ギョザ味、明太ピザ、チョコレート、マリンビーフ、アメリカホットドッグ。やけくそですよこの理念。まずカニシューマイ味ね、同年終了。1年も持たんかったか、はい、キャラメル味、これはですね、1995年に復活しました。美味しいでしょう。まあ同年に終了したんですけどね、うん、その後もう一度復活して、2006年にもクリーム入りで復活したと。クリーム、なんか筒になってんじゃん、あそこにクリームが入ってんだって。それはうまい棒なのか。穴の中になんか詰めたトッポじゃんそれ。もうほぼトッポですか。ほぼトッポじゃん。で次、ギョザ味ね、うん、これはですね、87年に終わり、2005年にこれも復刻で、明太味、こちらはですね、実は原材料にからし明太子を使っておりません。え、赤ピーマンだそうです。赤ピーマン。はい、どういうこと、どうやって明太味、ね、はい、次ピザ味。え、ピザ味、これ86年に終わり、95年に復活し、2001年に終わり、2005年に復刻という。分かんない、もう分かんない。なぜか出たり入ったり出たり入ったりしてる。なんでや、安定しないですね。そしてチョコレート味、これはですね、なんとあの外側にチョコがついてるんですけど、知ってる、チョコレート味知ってる、はい、ここにもあ、ここにあります、これですね、うん、これなんですけど、うん、これ実は俺も知らなかった秘密があったで、はあ、夏は基本売ってないんだって。え、溶けるから。これ季節限定なんだ。だからそう、季節限定、7月8月以外っていう限定。はい、そして問題ですね、これマリンビーフ味、それ何ですか。想像つきますか。僕も考えました、うん、20分ぐらい考えて、マリンビーフ、海と牛、海牛、バカなんですか。あの海牛の味、マリンビーフだよ。シーフードは海の食い物、マリンビーフは海の牛肉、海の牛といえば、うん、海牛だ。はい、ちなみにこちらも同年終了して二度と出ておりません、うん、はい、超気になる、食いて。アメリカンホットドッグ味、はい、これも同年終了しております。87年、カジタが誕生しました、はい、この年はですね、チョコピー味、たこ焼き味、ロブスター味と。ロブスター味同年終了、うん、はい、チョコピー味同年終了、うん、たこ焼きだけ残っておりますね、うん、はい、89年、デラックスうまい棒8種類の味で登場です。これ知ってる？デラックスうまい棒、絶対知らないでしょ。20円で長さ2倍、どの味も中にクリームが入っていると。食ったことねえわそんな奇妙な。ないでしょ、うん、味は明太、チーズ、カニ、照り焼きビーフ、ホルモン、抹茶クリーム、デラックスチョコクリーム、キャラメルクリームなんです。ホルモンだけ逆になんで。さあ次いきましょう。1991年、カニちゃんこ味、梅おにぎり味、オムライス味。カニちゃんこ、はい、これ全てその年で終わってます。さあそして92年か93年、コーンポタージュ味、納豆味、マメリカン味。アメリカン、はい、これに関しては調べましたが、全く説明どこにも出てこなかったんで分かりません。納豆味はですね、僕は基本納豆嫌いなんですね。あら、もったいない、美味しいのに。好きなんでしょ。大好きです。これここにもこれ納豆味ですけど、ありますけど、これはですね、もう相当苦労してると、うん、93年に生まれたんですけど、うん、終わります。で96年から99年にかけてもう1回出ます。そこで終わりますけど、
お茶飲まないでもらっていいですか。喋ってんの僕なんで、僕が飲みたいぐらいなんですよ。やめてもらっていいですか。で、うん、2003年から2008年、これ3度目の復活ということで、うん、もう1回出たんです、うん、でも8年に終わるんですけど、うん、2012年にまた復活して、ようやくレギュラーラインナップ入りです。そんなに美味しくないんでしょう。いや、美味しいですって。うまいもの代表的な味ですね。まあ、僕は嫌いなんでなくてもいいと思います。ちょっとさあ、そして94年とんかつソース、うん、照り焼きバーガーちょい辛パンチ味、唯一新作としてちょい辛パンチ味、これ1年でした。これもう言うことがないです。キャラメル味2回目の出場、ピザ味2回目の出場です。考えるのがめんどくさかった年です。さあ96年ココア味、これ初登場ですね。そして納豆味2度目の登場ということで、ココア味はこれはその2006年にクリーム入りでリニューアルがされてるそうです。困るとクリーム入れます。2000年、チキンカレー味、かば焼き味、サキイカ味。チキンカレー味って知ってる？いや知らない。これはここからずっとレギュラーでいたんだけど、うん、なんとですよ、うん、今年終わりました。この7月に終了したそうです。入れ替わりで出たのが何だっけ、海苔塩味っていう、海苔塩味、海苔塩味、はい、でかば焼き味とサキイカ味。2001年、うん、エビマヨネーズ味。なんと経緯が面白くて、うん、当時のエニックスのウェブサイトでの投票で選ばれた味なんです。なんでエニックスで投票してるんですか。これはですね、当時、うまい棒のホームページが、うん、エニックスの運営でエニックスのホームページ上にあったんだって。え、じゃあ、え、うまい棒ってドラクエの兄弟？ドラクエですね。ほぼドラクエ？ほぼドラクエなんです。だから、うん、これがですね、エビマヨ、当初のエビマヨ味だけ、うんうんうん、イラストのデザインが、うん、若干ファンタジックなアメコミ風な絵だったそうです。へえー。そして2007年から8年、豚キムチ味、牛タン塩味と味が複雑化してきてる。まあまあまあ、2009年オニオンサラダ味、麻婆味、はい、これももう特に言うことないです。2013年から14年、ここで登場、プレミアムうまい棒。あ、これは食ったことあるかも。これは食ったことあり、これは10本入り200円という価格でやってまして、うんうん、味は明太子にモッツァレラ&カマンベール味、うん、わさびソースの和風ステーキ味という3種類。あ、高級感ありますね。そうそうそう、普通のやつより穴が小さくなってね。はい、2018年レモンスカッシュ味、そしてちまき味。はい、レモンスカッシュ味はこれ夏限定です。夏オンリーです。そんな感じで、もう僕の字もこの辺でもう書くの疲れているぐらいの感じです。はい、終わり。あー、駆け抜けた。やったな。いやー、お疲れ様です。